としているのよ。私のミツバチと遊びたいっていうならお金をいただかないと。だからもしあんたがまたミツバチのいるところを見つけたら、ショットガンであんたを狙うわよ。あんたの質問に戻るけど、学校でのことなんてずいぶん昔の話になるわね。あんたがうるさく言ってた酵素のことだったら覚えてるわ。針の注射器を持ち、少数外れな歌を聴いたり、恐ろしい役目を担う子供たち、残虐でフランキンシュタインのようなその父親たち。しかし、我々はそれぞれ苦しみのグレート遅延に組み込まれてしまった。私もフォンテインの鎖を引き、そして鎖に引かれつつ、見よ、あの醜い存在と化した子供たちを、しかしその子供たちを生み出した鎖に手を添えたのは、私一人ではない。断言する。彼女らの小さな指も、私の手の傍らにあったのだ。
ションを果たせ、上手に敵の提案に驚いている。君の言うようにこの市販用のシラキード製品の組織を集計したら、ドラモンを通して利用者を精神的に弱くしてしまうだろう。だとしたらラプチャーの住人の行動を意図的にコントロールする者が現れるかもしれんだろう。自由意志はこの町に不可欠なものだ。それを犠牲にするなら黙ってはおけんな。だが我々は戦いの時代にいることを忘れてはならんな。もしアトラスがその存在を知ったら、我々に自由の意志を考えるだろう。こうなったら我々の自由はどうなる？絶望的な時代にこそ決死の手段も必要なのだろうな。侵入者は殺せって命令な。僕はできるやつだよ。やってるよ、ライアンさん。責めないで。お願いだから。僕を避難するのか。まだ殺すぞ。今度は僕なのに。後悔。一息ついた。この次は。初めてあの二人組に遭遇した。鼻をつくような匂いの潜水服を着た巨大な男と、薄汚いピンクの服を着た不潔な少女だった。少女の顔色は青ざめていて、病的と言ってもいいだろう。その態度にもおかしなところがあり、まるで私たちとは別の次元にいるといった感じだろうと。あのような存在も必要だということはわかるが、もっと体裁よく作れないものかね。一人の子供が来て私の膝に座ったわ。私はとっさに跳ねのけて、寄ってこないでと叫んでしまったの。彼女の口の端からはアダムがダラダラと出てくるのが見えたわ。彼女の顔にかかった汚らしい髪、汚れた服、そして死んだようだ。私は今まで感じたことのない激しい嫌悪感に襲われたわ。無情と見えたぎるようなゾウよ。私は息苦しくなり、その時突然気づいたの。私が住んでいるのはこの子たちのことじゃない。